こんばんは、美穂です。私は今バスタ新宿にいます。時刻は夜の22時です。これから夜行バスに乗って尾瀬に向かおうと思ってます。ちょうど水場所が見頃なのでちょっと行ってこようと思いました。尾瀬に着くのが朝の4時半です。人生初の夜行バスなので寝るか分かんないんですけど、これから行ってきます。着きました。朝は結構肌寒いです。ここから帰りのバスが中央寺なので大体10時間くらい日帰りの尾瀬を楽しむということで、今日は楽しむポイントとか、あとは水場所の様子とか伝えていこうと思います。今回のルートはここです。尾瀬沼一周コースということで、今私は大清水にいます。で、最初 2,3 時間ぐらい林道を上がっていってぐるっと尾瀬沼一周して帰ってくるコースなんですけど、大体20キロ弱になってます。見どころがここら辺かなに、逆さ樋口がもしかしたら映るかなって思うので、まあ、それとあとこの大湿原っていうところが、お花の名所なので、ここが水場所とか綺麗じゃないかなと思ってます。一般的によく皆さんが行く尾瀬ヶ原はこっち、鳩町とかから行くコースなんてちょっとね違うルートなんですけど、尾瀬沼の方は人がちょっと少ないので穴場なのかなと思って期待して行ってこようと思います。はい、ということで日帰り尾瀬スタートです。では行ってきます。で、尾瀬を歩く時の、注意というか服装とかなんですけど、まあ、結構歩くので動きやすい服装がいいと思います。ヒールとかパンプスとかじゃなくて、運動靴とか登山靴とか歩きやすい服装で来るのがベストかなと。あとは売店とかはあるんですけど、行動食とお水も忘れずにっていうところ。最後に、まあ、熊の生息域なので熊鈴をね鳴らしていった方がいいと思ってます。熊鈴はビジターセンターとかでも可愛いの売ってたりするんで、そこで買ってもいいのかなと思いますよ。今は朝早くて一人だからちょっとね緊張しております。たまに会わないといいなと思ってます。自然とね足が早足になっちゃう。1時間ほど歩いて一ノ瀬休憩所着きました。ここは6月から10月ぐらいまでは乗り合いバスとかタクシーが出てるので、アクセスしやすくなります。私もバス乗りたかった、はあ、よいしょ。尾瀬沼まで、3.0 キロ、75分だそうです。お、尾瀬っぽい木道かな、木道が見えます。歩きやすいですね。昨日ちょっと雨降ったかな、下の方がちょっと水たまりになってます。ちょっとなんかね川っぽく流れてるところもあってちょっと滑りやすくなってるんで注意です。こういうね木道も濡れると超滑りやすいんで、雨の日の尾瀬とかは転倒に本当に注意だと思います。ちなみに夜行バスなんですけど、あんまり眠れませんでした。いや難しいですね、座席に座ったまま寝るっていうのはちょっと難易度は高かったです。まあ、今日はそんなにがっつりな山じゃないから、まあ、良かったですけど、夜行バスに乗って帰る登山はちょっと考えちゃいました。ちょっと厳しそうだな。皆さんよく夜行バスでなんか寝れるコツとかあったらコメントで教えてください。お願いします。いい天気です。
私尾瀬で何回か行ったことあるんですけど、尾瀬で晴れたことないんで今日は楽しみです。一ノ瀬休憩所からだいたい1時間ちょっとで、尾瀬沼のほとりに着きました。いや、朝のいい散歩でした。お、逆さ日打ち見えるかな。まだ朝早いからどうかな。おお、沼っぽいのが見えてきた。もうちょっとだ。よいしょ。で、これから今ここなので、沼を一周します。で、最初はこの南岸コースから行って北岸コースに行って、でそれから湿原に行って尾瀬沼ビジターセンターで、ここで軽食とか、おやつ食べられたらいいなと思ってます。なのでこれからこっちに向かいます。逆さ日打ちもね、すごい綺麗に見えてるんだけど、ちょっとここは今木に、ね、隠れてるから、ちょっといいスポット見つけていこうと思います。あーすごい。あ、逆さ樋口だ。おー、やった、見えた。うわーすごい。どっからがいいんだろう。よいしょ。今はこの南岸コースの ここのあたりです。この分岐のあたりからいい感じに見えます。もともとフォトスポットってことで、こっちの方のところもカメラスポット5になってたんですけど、これかな、ここのね、分岐のところもすごく綺麗な逆さ日打ち見えます。ここもいい。すごく近くで鳴いてますよ。あ、多分そこだな。すごいすごい。水芭蕉咲いてた。あ、私人生初水芭蕉ですよ。わあ、ああ、咲いてる。わあ、すごい咲いてます。どうしよう。セリフが飛んでしまった。はじめまして、初芭蕉です。おお、かわいい。すごいすごい。おお、なんか白いのはね、葉っぱらしいです。中のね、あの黄色いところが花らしいって。ここに咲いてるんだ。本当はあのもっと北の方、北のなんか北側の方にあの咲いてるかなと思ってたんですけど、今ここにいます。なんか水芭蕉は水の流れがあるところに咲くらしくて、こっち側をちょっとね想定してたんだけど、今ここです。わー、かわいい。なんか白いところが葉っぱで、花は中のピョインとしたところらしいですよ。すぐ見つかりました。うわー、嬉しい。人生初芭蕉です。かわいい。さっきの分岐のところで、これから水芭蕉を見つけに行きますみたいな話をしようと思ったんですけど、すぐ見つかってしまったので、セリフが飛んでしまいました。ここの尾瀬沼は尾瀬ヶ原に比べて標高が高いので、水芭蕉の、ね、時期が1週間ほど遅れるらしいです。だから尾瀬ヶ原の方の水芭蕉も綺麗なんですけど、そっちがもし天気とか予定とか合わなくて見れないなってなってがっかりしないで、
1週間後とか2週間後とかに、まあ、尾瀬沼に来て、でこっちの方の水場所を楽しむっていうこともできるので、ぜひこっちにも来てください。ここにも、あ、川が流れてる。あ、生き生きとしてるね。すごい。かわいい。もうかわいいしか言ってない。でも結構大きいんだね、水場所って。もっとちっちゃいかと思ってた。あ、あっちにも咲いてる。うわぁ。わぁ、すごい。ここにも咲いてる。あ、こっちに雪残ってる。おぉ、忙しい。忙しい。おぉ、かわいい。なんかね、花はほんのり甘い香りがします。わ、トゲトゲしてる。テンション上がっちゃってバカみたいって思うでしょ。私も思います。何してるんだろうなって思いますけど、やっぱ初めてのね、見るものとかやるものって楽しいですよね。ついね、我忘れちゃうんですよ。今日初めて水場所が見れた記念の日です。あそこにも咲いてる。いや、すごい忙しくなってきた。写真いっぱい撮ろう。わあ、尾瀬だー。この木道と湿原の感じが尾瀬だー。お、水場所ちゃんも咲いております。元気です。やっぱりなんか水があるとこに咲きますね。なんか川べりとかによく見かける、さっきから。おお、咲いておりますね。ちょっとちゃんと喋れてるかな。今日テンション上がりすぎてちょっと大丈夫かな。あー、素敵。どんどん日打ちが近くなってきたよ。いやー、尾瀬ね、私何回も来てるんですけど、いつも曇ってたりガスたりするから初めて晴れました今日。天気見てね、有給取った甲斐があったぜ。沼尻休憩所に着きました。ちょうどここが尾瀬沼の、半分くらいかな。でこれからこっちの方に行くと、あの北側の沼の北側の方を歩いてきますが、ちょっとここでね休憩しよっかな。水きれいだね。わあ、おお、見て見て、尾瀬沼めちゃくちゃ大きいらしくて、尾瀬沼より標高が高いところにある、ここより大きな沼はないそうです。日本で一番高いとこにあって、一番なんか大きな沼らしいです。さて、休憩所には綺麗なトイレもありますね。100円を忘れずに。今はこの 南側を歩いてきて、ここだから、これから北側をこうずっと、まあ、1時間くらいかけてゆっくり歩いていこうと思ってます。でここはね、湿原
がいっぱいあるらしくて、水芭蕉もね咲いてるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。これから尾瀬沼ビジターセンターの方に向かいます。日内ヶ岳があんなに近くに、登りたい。でもちょっと今日バスの時間が、くそ登りたい。なかなかね来れるとこじゃないから、いいな、登りたいですね。清々しくていいですね。なんか北側は湿地が多いんで、場所によっては川が流れてることも結構あるんですよ。だから川の音聞きながら歩けるし、水場所もあるし、いいですねすごい和みます。たまにね、こう森を歩くと癒されますよね。なんか沼がすごく近くにあるからカエルの声が聞こえます。カエルかな、多分カエルだな。もうすぐ彫像小屋です。だけどその前に大湿原にちょっと寄り道してから行こうかなと思ってます。大湿原は水芭蕉が燻製してるっていう風に聞いているので、ちょっと今回見られるかな、どうかなと思ってワクワクしながら行ってみます。よし、ここでね、コーヒー飲みたい。なんか尾瀬の天然水で作られたコーヒーが売ってるんだって。いやー飲みたい。ちょっとそれまでお散歩、確か11時からだった気がするので、それまではね、ちょっと湿原でお花見て楽しんでいこうかなと思ってます。うわーいいなー、なんか心が洗われるなー、すごいなー。お花が多い。なんか黄色い花とかもさっきまで見かけなかったのに、かわいい。なんて花だろう。ちょっと後で調べときます。
が咲いてる。ピンクい花。なんだろうね、これ。いや、楽しいな。心が現れます。そこに見ての火打ちです。夏にね、火打ち登りに行って、日光キスケでも見にまた来よっかな。ここすごい綺麗です。湿原と、あとお花がね、やっぱ多いですね。黄色いお花とかピンクいお花とかいっぱいあって、ちょっと後で調べてみようと思いました。醸造小屋でちょっと軽く食べて休憩しようかなと思います。ちょっと時間あるのでお手間はビジターセンターに寄ってみます。あ、お花がある。あとさっき見たのが龍金花なのかな。これもさっき見た気がする。湿原沢沿いだもんね。でピンクの、あ、症状バカマっていうんだ。そうなんだ。これもありましたね。あとね、登山道の、あの湿原の前のところに紫ヤシオもあった。あ、立山林道が、これが湿原の中に入ったやつだな。あ、本当は湿原ってなってる。はあ、いっぱいあるんだね。尾瀬の歴史。で、日の江又村出身の長蔵氏が沼地に行人小屋だから、お開き、その後、尾瀬の礎となる。へえ。そうなんだ。で、醸造小屋が一番最初の尾瀬の山小屋らしいです。大江湿原の説明が書いてあります。尾瀬沼エリア最大の湿原なんだって。で、たくさんのお花がシーズン通して見られます。で、あざみ湿原とか沼尻かな。あと尾瀬沼のなんかルートの説明が書いてありますね。でビジターセンターを楽しんだので醸造小屋に行きます。お、敏感食堂11時からもうすぐです。食べてきます。あー、コーヒーが売り切れておる。何食べるかな。と、私は田舎そばを頼みました。山菜いっぱい乗って美味しそうです。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいですと言いつつこれを買いました。こっちの二大福らしいです。私土地の実って実家の方で見たことあるんですけど食べたことはないので、どんな味するんだろうと思って買っちゃいました。食後のデザートで取ってちょっといざ実食。南会津の方で作られてるんですね。じゃあいただきます。普通の美味しい大福でした。こんな感じで中がね、オレンジ色になってます。オレンジ色？ちょっと茶色っぽくなってます。なんかね、土地の実が練り込まれてるんだって。味はでも本当にね、普通の美味しい大福です。ごちそうさまでした。あー、このままポカポカしてるんで寝ちゃいたいです。寝ちゃいたいけど今11時半でバスの時間が2時なので、そろそろ帰らないといけないんです。あー、トイレ寄って帰るか。入ります。尾瀬沼山荘戻ってきました。これからは来た道を帰ります。ちょっとね、バスの時間が若干やや怪しくなってきたので急ぎます。はい、ちょっとね、ゆっくり過ぎちゃいました。ちょっと急ぎ目で帰ります。ということで大清水着きました。バスの時間は大丈夫です。今回初めて水場所を見れて本当に良かったです。いやね、だいぶ興奮しました。今度は日光キスゲの時期とかにゆっくり1泊2日とかで山小屋泊して10時間だけに登ろうと思います。ということで、ここまで見てくれてありがとうございました。また見てください。バイバイ。